ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はバイオハザードビレッジシャドウズオブローズやっていきたいと思います。続きですね。あれ、ここって言ってないのか。あれ、こっちは、あ、行けちゃう。ハーブ拾って、こっちはあれかな、単純にどこだこれ。あ、新たな、あー、パイプ手榴弾とショットガン作れるのね。はいはい、スクラップで、ガンパウダー、パイプ手榴弾使えるよな、確かに。で、ここは他にはなさそうだね。じゃあ行きましょうか。はいはい、ここに繋がるんだ。毒毒があるけど、あれ、結局行けねえのか。ほら、あ、ヘビーね。なるほど。で、これなんだ。ようこそ絶望のギャラリー。これ読んだっけ？読んだね。よし。あれだ、じゃあ絵画の部屋に行けば、何かが取れるな。あ？好き勝手させませんよと。あ、ちょっと待って。これどこだ？食堂で、上だよね。じゃあ、向こうに来なきゃいけないと。お、やばい。危ないっすー。はい。ここは、三つ目。とりあえず二階に行かないといけないか。絵画が、とりあえず手に入ったので、それをね、何が取れるんだろう。あー、でもわかんないな、宝箱だもんな。やはりカエルは食われる側で、これだね。はいはいはい。お、開いたぞ。おうほうほうほう、すごいシステム。確かに。どういうつもりで作った。あ、これ三つ目だ。三つ目の紋章は栄光を呼ぶ。何時進めば金の仮面。なるほど。ちょっと待って、こっから先、パイプ手榴弾、三つ目は向こうだったね。もう一回あそこ入らんといかんな、真ん中のね、中庭。あれ、今って銀の仮面、まあいいか。あれ中庭ってこっちじゃねえか。すぐ迷うね。向こうだ。この先の、左側ですね。やば。ちょっと待って。
これリセットされるか。こいつは入ってくんのか。OK。これならダッシュだ。OK。三つ目の紋章の鍵。外しました。うわー、出てきそうだな。この黄色いのは、あー、なるほど。あ、でも遠いな。あ、これか。オッケー。あ、はいはい。あ、やばい。来てるな。あいつは当たってない。オッケーオッケー。あれ死んだね。なるほどなるほど。あれか、金の仮面。これで、あ、違うな、向こうに行けるようになっただけ。うわ、あぶねー。なるほどなるほど。ホワイトセージと薬液。薬液はだいぶ充実してますね。ああ、向こう側だな。あ、そういえばさ、食堂にさ、三つ目のショットガンあったね。忘れてたわ。ハーブ。あ、いるね。よいしょ。9発。ハンドガンの弾がちょっと少ない気もせるけど。スクラップ。そうね。なるほどな。こっからはショットガンだな。オッケー。で、こいつが落ちると。ちょっと待って。このさ、過激場でしょ？あ、向こうが繋がるってことか。なるほどな。これね。こっちの世界と繋がるので、食堂には行きやすいか。ちょっと待って、ここには何もない。さあ、金の仮面。これで3つ揃って、ついにね、あの結晶が取れるのではっていう。はい。捕まったな。
Russia. Nearly all of them are counterfeit. Do you think you can suss out the real ones?どういうこと？本物が分かりますかって。どこに時間がある？How am I supposed to tell the difference? 大丈夫、場所を教える。なるほどね、教えてくれるんだ。左、あるより下、あるより下、これか。お、なるほど。次行く。暗がり奥、崩れた壁、これか。大きい角、なるほど。導かれてる。お、急に来たな。ちょっと待って、もう弾ねえぞ。急げ。俺を追え、こっちだ、さらに上だ、さらに上だ、これか。違う。こっち、さらに上、あ、これか。なるほどね。オッケー。てかこれさ、ショットガン取ってこなかったのやばいんじゃねえか。だってセーフあるもん。Hoping for a pony, but I guess this'll do. これはまずしだね。ショットガンの弾ガンガン出てるけど。いやー、これはショットガン必要だったな。完全ミステイクです。これ絶対ボス戦じゃない？ちょっと待って。じゃあ、ハンドガンギャンギャン作っとく？スクラップ。ここは何もない。あ、あと20何発いけるのかな。ガンパウダーショット薬液、ちょっと待って。場所的には、あ、全然いい、全然いい。うわ、なんならハンドガン作んなくてよかったわ。ん？オッケーオッケー、これだこれだ。これでボス戦だったらやばかったね。で、ショットギャンヌのね。なるほど、なるほど。まあ、パイプはいいか。いよいよだ。そうだね。Yeah. I can finally get rid of these powers. But I have to admit, I've lived with them for so long. It's
Kind of weird to let them go. I know. I know. さあ、ということで仮面がすべて揃いましたと。ここにはここが銀か？はあはあはあ。じゃあここに金だね。はい。さあ、ん？調べる。あ、これね。Well done, little one. You've more than earned this reward. Almost looks like the real thing, doesn't it? What? It's a replica, of course. Nothing that valuable could ever manifest on this stratum. Did you really think I'd give away something so precious?I had to bait the trap with something. No! 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 Now comes the real fun.The perfect place for your demise. Let the show begin! さあ、始まったな。こいつショットガンじゃないとまずい感じかな。あそこか。なるほど。弱点もろ。弱点もろ出しじゃない。ガンガン詰めてくる。大振りだね。いや、当たってねー。 I thought you'd be more of a fighter. Run, rabbit, run, run, run. これ、足りぬな。全然足りぬわ。ハンドガンの弾、回復薬。これは？これショットガンか。いや、全然。2発。ハンドガンじゃきついかな。あと1発。ショットギャンだな、ボス戦はね。
あ、なくなった。今までの積み重ねが良かったのか。これさ、パクだけどダメだね。あ、なるほどね。ハンドガン、切った。ショットガン、あ、なるほどね。あ、ここにも来るの。ドア開かない。あ、早っ、早くない。あ、狭いんだ。なるほどね。 Don't give up yet, little rat. You still have some fight. 逃げろい。足見せて。大暴れだ。すごい大暴れ。食らってんのかこれ。あ、倒れた倒れた。よしよし。あ、まだ。おー、いなくなったいなくなった。次、うわー、またいるんかい。こっちだ。なるほどね。なんか使えるようになってるけど。これなんか使わんといかんのかな。アイテム、あ、いなくなった。うん、なるほど。背中か。あ、いなくなった。この能力を使いつつだな。よしよし、狙って OK。 あと2発あるからいけるな。てかちょっと強くなったのかなこれ、魔法的なのが。いてー、いてーわ。一発がひどい。OK。 あと5発。あと3発しかねえわ。来た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 。大暴れですね。オッケー。お、いったね。Useless creature. Such a disappointment. No matter. Your imminent demise is inevitable.
なるほど。いや、面白いですね。まあ、中ボス戦というか、小ボス戦かな、を終えて、そしてローズは飛び込んで逃げていくと。ただ仮面をね、集めて結晶を取りに行ったんだけど、それはレプリカだったってとこだね。Where am I now? Stratum.I don't want to leave. Not until I find that crystal. I'm tired of being a freak. I want to have friends. I want to live a normal life. Without this curse. If that purifying crystal can make that happen, make me normal, then I'm not going back until I find it. Yeah, so?All right, then. さあ、深い階層に入ったということなんだけど、浄化結晶をね、さらに探していくというローズ。結晶があるとこ知ってるよ。What's this? 本当だよね。何これって感じだけど。マップとしてはだいぶ深い道だね。これはいけないんだね。あ、乳母車。友達になろう。これさ、いけないね。まあでもだいぶショットギャンヌも使ったし、ハンドギャンヌももうほぼない。ああ、ここ。I've seen these monkeys before, but what the hell? おもちゃのね。なんか懐かしいな。さあ、ん？これか。What's wrong?Okay. 邪魔が入ってる。What? あ。Something seems different. 変わったね。Okay, this is weird.鍵がかかってて開けられない。錆びついて開かない。ああ、保存させていただきます。今日から小学校に通うことになった。ずっと行きたかったの。クリスにお礼を言わなきゃ。テレビや本で読んだ通り、私と同い年の子がいっぱいいた。挨拶するのは少し緊張したけど、それよりずっとワクワクしたよ。お友達がたくさんできるといいな。明日私から話しかけてみよう。勇気を出して何人も話しかけたけど、誰も一人もちゃんと返事してくれなかった。勉強はとっても簡単だった。全部ママとやったことばかり。だけど、すぐに答えを言っちゃダメみたい。後ろの席の子が私の悪口を言ってた。すごく困ったり緊張したりすると、手から白い汗が出ちゃう。今日はそれがとってもひどかった。汚れたハンカチをずっと持ってるのは良くないって先生に注意された。男子にローズは汚いって言われた。毎日お風呂に入ってるし、服もハンカチもちゃんと洗濯してるのに。手から白い汗が出たらハンカチで拭くけど、止まらない時はずっと持ってるしかない。この汗で他の人を病気にしたりはしませんってクリスに言ってもらったのにな。初めて話しかけられた。同じクラスのルーシーが、本当はずっとお友達になりたかったのだって。明日からランチを一緒に食べる約束もした。嘘でしょ？夢みたい。ルーシーの友達のキャサリンとも仲良くなれるといいな。これローズの日記ってことだよね。もう何もない。ああ、レリーフ？
ここには何もない。Why is there a picture of me? 私の絵だね。青白く光ってる。今撮れそうにない。腹部が縫い付けられてる。こんなんあったな。ここは何もないのか。施錠されている。前も取り出したんだっけ。なんかとにかく詰め込んだロッカー、本棚の写真立て、読書家の机。何か。44。02。なんて書いてあったっけ。詰め込んだロッカー、写真立て、読書家の机。読書家の机。44? 違うな。0244。024466。0244。66。はい、オッケー。で、ハサミ。これ戻るしかないんだな。あ、おててだ。向こう側しかできないのか。さあ、仕掛けを解く。ルーシー。ああ、まあいろいろあるね。結晶が欲しいならお人形遊びしてね。気持ち悪い、あいつで。キャンプファイヤーだ。レリーフ、とりあえず。レリーフのとこ行ってみるか。幼子のレリーフ。で、人形。なんと書かれてるか読めない。三つ置くんだ。とりあえず一個は見つけたと。ここは開かない。
あいつはもう、ん？祝う友達なんて誰もいないのにバカなやつ。とりあえずまだ奥がまだあるので、そっち、あら、マネーキン。いい顔のマネーキンですね。こっちか。開かない。なんかしなきゃいけないのか？ここ何も書いてない。そうか。どこに何をって感じなんだな。ルーシーがこれ。ルーシー。で、見た目的に、ああそうね、そうしてるっぽいね。ああなるほどな。ルーシーとキャサリンで、はいはいはい。So you want me to play with dolls? で、ルーシー。これがルーシーで。どの場所でもなんか合うようになってんだな、じゃあ。なるほど。Yeah, yeah, どこの鍵？ But fuck you.ジミーの部屋の鍵。なるほど。で、向こう行って3つのやつやら、ん？やらないかんのだな。ジミーの部屋の鍵。お、地下だ。なんだなんだなんだ。うわー、入ったような気がせんでもないな。さあこれが拾って、これで3つ揃ったのか。お、お人魚さんたちが。お姉貴いるね。で、最終的には3つじゃない、4つだね。4つ必要なんで、この左の部屋から取り行ってこないと。どんがらがしたんだけど。さあここですね。んで、これがルーシーっぽいな。うん。で、これが、うんうん、渡してるっぽい。正解だね。で、4体目か。黒髪の少女。でも何もしてるポーズじゃなかったから。一人取り残されてるような位置のやつなのかな。あら、マネーキン。ここっぽいよね。
これね。んで、これがルーシーでしょ。これがこっちか。で、これが両方。なるほど。Seriously. Fuck you. さあ、鍵が手に入りますね。さあ、配電盤の鍵が取れました。ああ、ローズの。レッツプレイ。だるまさんが転んだを知ってる？さあ、ちょっとここでセーブしとこうかな。配電盤の鍵。ヒューズのありか。ヒューズのありか。エレベーター。あ、次の階か。あ、違うね。あ、ここ？はいはいはい。お、いけない。なるほど。向こうを開けなきゃいけないのか。開けるには？逆に行かないといけないのか。あれ？でも逆に行く場所がねえぞ。どうやって行くんだ。なんかくぐれる場所があるのかな。じゃないとおかしいよね。おかしいな。関係ない。ああ、なるほどな。めんどくさそうだな。お、こっちかい。どっちから来んだい？ここまで来んのか。ヒューズゲット。ここまで
これ見てれば別にいいのか。あ、ちょっと待って2体か。こいつは来てるね。3体目まで来てて、なるほどね。ヒューズ、オッケー。さあ、まだまだ。なるほど。なるほど。だいぶあれだな。しゃがんでたらダメなんだ。なるほどね。ここまでは大丈夫かな。よし、なんとか行けましたね。あれ？高さが足りない？高さが足りないとな。あ、いけるわ。一発じゃん。ちょっと待って、あ、ダメだ、回復をもらってねえ。なるほどな。
この状態で行くしかねえな。人形の子を助けるわけでもなく。あ、回復するんかい。今のはチュートリアルだな。で、ここで、あれは無理だよな。さすがに。これは行って大丈夫か。ここまではいいとして、すごい範囲もだな。動き始めて、あ、結局向こうに行かなきゃいけないんだよな。どのタイミングなんだ。はいはい。うわ、やば。うわー、ここで死亡か。いや、こっからやらせてもらえるのか。これはありがてえ。さあ動き始めて、もう走っても多分大丈夫だな。うわー死亡。ここで回避。オッケー。この隙にか。回復。これはありがてえ。来る？なんかいるよね。あ、扉が。なるほど。どこだ？向こうまで待った方がいいのか、振り返るよね、多分。ここまではいいのか。ああ、良さげだね。あのまま行っちゃってもよかったけどな、机の下から。ねえ。あ。なんで？ホワイトセージくれるってどういうこと？いやー、これはきつい。
目の前にこんにちはだったな。とりあえずここをやり過ごし、この後だよな、しんどいの。この奥に行くとかじゃねえんだよな。結局あの子をやらなきゃいけないのかな。なるほど、やれるのか。この2発はめっちゃ大事だったってことか。いや、そんなことねえな。別にいつ使ってもよかったけどって感じか。ここがベッドルーム。ちょっと待ってね、これを使う。お、やば。どこ通るんだ。するんかい。なるほどな。ちょっと待って、一回隠れたい。あぶねー。間に合うかこれ。おお、ギリギリ。いけたぜ。さあ、ということで逃げなきゃいけない。人形から逃げる。いいですね、この恐怖感というかね。人形ってね、やっぱりそういういい恐怖感ありますよね。あ、なるほどな。いや、いいですね、この感じ。
take much more of this. Why are they talking about my dad? I never even met him. No, I don't know. I don't know the first thing about him. I wish I did. All I know is he died protecting me. Sometimes I try to imagine what my life would have been like if he hadn't died. Would he have taught me to ride a bike? Helped me with my homework? Read me a story every night? Would he have been there for me? Proud of me? Sometimes when I feel lost or afraid, I try to imagine what he might have said to me. It feels familiar, like I've been here before. Look at all the decorations. Some kind of party?さあ、ここはEさんの家だね。飾り付けをする、ワインを買う、もう一つのプレゼントを用意する、すべて完了になっています。いやー、なんかね、胸が痛いです。She's so little. Hard to believe one day she'll be old enough to share a bottle of wine with her old man. What's that voice? Is that...This must be my parents' house from when I was a baby. I bet other things also have my dad's memories. She just cannot get enough of this stuff. I bet dad would feed me as soon as I started crying. なかなか切ないですね。Eさんがいないと。Rose is such a picky eater. All she ever wants is fruit puree. I guess I've always loved fruit. このさ、まあ勝手な妄想だよ。これマイケルって言ってんのがEさんだったらマジやばいね。2階は興味ない。I'll take a look. さあ、ちょっと1階、感情移入して泣いちゃう前に。今回はこの辺で終わりたいと思います。だいぶそうだな、ちょっと進んだかなっていう感じですね。人形ともお遊びしましたし、結晶についてね、レプリカだったけどまたさらに階層深く進んでいるっていうとこかな。ここからもまたね進めていきたいと思います。また次回もよろしくどうぞ。ということで今回はこの辺で終わりです。皆さん良き夜をお過ごしください。